Wait, check that out. Hey. こんなことある？両方72年。あ、これ両方72年。はい。はい。ついにやってきました。Last destination pipeline。アロハ。おはようございます、皆さん。Day 5になりましたよ。テンションがおかしくなってきています。毎日撮影すげーして、何が本番か、何がブログかわからなくなってきている状態でございます。今日の予定は、ハワイのモーニングルーティンサーフチェックとしてノーショアをこうババッとコーヒー飲みながらね、ポイント紹介するっていうのを1本、そしてもう1本はガーリックシュリンプを食うという。はいはいはい、そんな一日になりそうです。 Day 5今日も行ってみよう。出会い、はい、イエーイ。ということでコーヒーショップに到着。Look at this. Hey. Look at that. そこです。Hey. Hey. 何があんの？何がしたいの君は？え？何がしたいんだ？おお、今度は鶏まで来たぜ。鶏が来たぜ。I love that you guys are doing this. I do YouTube too. Oh yeah. I do it by camera. Cool. Right in here. Nice. What is your YouTube channel? It's Caitlin Ray. Ah, cool, cool, cool. Nice to meet you. I'll see you guys later. Yes. Yeah. Right. Let's get some coffee.何がおすすめですか？これはもう今日のコーヒーかな、ホットブリューコーヒー。ナムチェックにはホットがいいですね。はい。はい。One, two, hot brew. All right, thank you. Thank you so much. Have a good day. わあ、かわいい。ちょっと怖いんだけど。My boy is just talking. ああ。いいね、ここおしゃれね、うん、面白いじゃんこれ、ね、見て見て、これいいな、これ買っていこうかな。24ドル、25ドル、まるでキャノンのような。あ、本当だ、面白い。コーヒーも美味しいし、お土産もいいと思います。サーフチェックの前はまず補充して、コーヒー補充して、猫を撫でて、猫を撫でて、ね、ねー、ほんでチキンを追っかけ回して、それから海に向かいます。コーヒーギャラリー。おー、出た出た、うん、あれあれ、ハレイワの橋ね。あれが映画ノーショアでリック・ケインズがハロウィンの時にちょっと喧嘩して落ち込んで渡ってくる橋。もういい。そう言ってるうちにハレイワ、最初のポイント、あれポイントに到着しました。めちゃめちゃ広いよね。気持ちいい、気持ちいい。初心者向けのビーチとしてはいいんじゃないのかな、ね、ここね。
サクッと、まだね、5つポイントチェックしないといけないからサクッといきましょうね。サクッとというところで今ちょっとミラクルが起こりそうな気配があります。ミラクル来たよ。これ虹が出るんじゃないか、虹が出るんじゃないか。ほら見て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 、なぜならばバンがなんと、There we go。 おばちゃんも気づいたね、さすがに。これ皆さん偶然だからね、仕込みでも何でもないよ。ちょっと面白くないこれ。おい、チェックダッアウト。はい、やばくないですか皆さん、こんなことある。両方72年。あ、これ両方72年、うん、ポケットに入れて叩いたら増えたってことでいいですかね。やばいこれめっちゃいいじゃん、写真撮ろうよ。よし、波チェックしよう。ここハレイワのアリービーチっていうポイントで、はい、今ちょうどブレイクあって、まあ冬にしてはやっぱり小さいよね。小さいんだけど、結構夏場なんかでも、こういう小さい時なんかでも、このインサイトで子供たちが、ノースの子供たちがサーフィンを覚える場所。気持ちよさそうね。でもサンドリーフ、あ、リーフだね。リーフか、うん、主にこっちの左部分の方がショートボードよくやってる、うん、で、ちょっとサイズ上がってくるとアウトにローンが入ってきたりサップがいたりもするんだけど、もう結構好きなこの右側、実はこう、うん、ライトサイドはすごいグーフィーのいい波も立って、うん、で人が少ない。なるほど、うん、そこでこうのんびり乗るのも好きだし、さらにサイズが上がるとあのアウトに割れるのよ、でかいところが。アバランチエーズ隣にハレイワボートハーバーっていうのがある、ね、はい、ボートハーバー、うん、ずーっとデッドで持ってって、アウトアウト、アウトアリーフちょっとだけ黒くなってんだけど、あの辺で割れる、はいはいはい、で、トーインやったりしてるよね。なんかジェイミーとかで見たことあるな。そう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 、そこからの映像だよね。ほぼ貸し切りで乗れる。ただあのライフガード目届かないし危ないね。あのインサイド巻かれると延々きついから、あのあれだね、旅行で来るときやめた方がいい。ダメだね。結構まず行かないと思うけど。うん。うんうん、そう。オッケー。そんなとこですね。了解です。はい、ハレイワのアレビーチを出てですね、また戻ります。橋に戻りますよ。ハレイワの橋。ここね、ここよ。Rick Keynes。Rick Keynes from Arizona。いやいやいや、たまらん。ここを襲いでさ、またノーショアなんだけどね。ここまたノーショアの話なんだけど、ここ自転車をサーフボードみたい、スケボーみたいに乗って、ここをグオーンって渡っていくんだ。何それみたいな。これ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 超エピック。これ初めて見た時には本当感動した。すげえ、いろんなとこで出てくるよこの橋ね。いいですね、いいですね。あ、そしてクロッシング、これ。そう。これね、これも有名ですね、クロッシングのサイン。もしかして知り合いのマキさん？マキさん、マキさんいるか。いるかもしれない。あ、マキさんじゃん。おお。これからちょっとサーフチェックして。元気元気、ちょっと今回。マキちゃん、マキちゃんいました。すごい、会えた会えた、ちょっとだけだけど。すごい、よかったね。次のポイント、ラニアケア。ラニアケアで、ラニアケア、あー、いいねこの感じが。3人いるね、今ね。ちょっと窃盗待ってみよう。あのよくカメが上陸するって言って、あのツアーの人たちも見たり見に来たりして、この場所がね、すごい渋滞するのね。カメ渋滞ね。カメ渋滞。
もうなんか亀いますいませんのサイン出せばいいのにとかって思うぐらい渋滞する、うん、そんなところなんだけど、これ正面がラニア系のメインのポイント、うん、ここなんか2カ所ぐらいあって、あ右にね行くとちょっとサイズがあるときはこれまたいい波が立つ。結構でかくなるよねここね、綺麗なレギュラーがブワーって走れるやつがたまにありますね冬ね。あ結構いいところだよね。はいという感じで次行きましょう次。はい、ちなみにねもう皆さんご存知かと思いますけどハワイでは、亀を、すごいスピリチュアルな聖なるものとして捉えているので、触ってはいけません、追っかけてはいけないという感じで、ラニアケアでも亀が、ね、出ているとそれが囲われて、Don't touch みたいな感じになってます。ラニアケアの手前はパーキング禁止ね。そうこれこれオーシャンセーフティー、え、これ全部、うん、わあ止めてるねみんな止めてるけどチケット切られる、一応チケット切られるんで、これこのサイン注意しといた方がいいですね。こっからここはトーイングエリアだよっていうのは気にした方がいいかもしれない。本当に速攻で劣化しますマジで。で、税金がなかなかハワイ集まんないねって言った時はトーイングとかスピード違反すげえ力入れるらしいから、今多分ね結構バンバン通されると思います。気をつけてください。もう2分ぐらいかな、チャンズリーフ、チャンズリーフにやってきました。基本的に同じ、ビーチエリアなんですけどね、若干地形が違ったりすることで随分あのブレイクも変わってくるんで一応チェックしてみます。チャンズリーフね、ノーパーキングエニタイム、ここから先はトーウェイですよってこと。ライフガードがいる、呼び戻されてるね初心者が。まずこんな感じですね。ね、で今ライフガードが初心者の子たち出ろっつって怒りました。そしてここでドローン飛ばしてる人がいます。でポイントは今集まってるところがあって、これジョコズ今見える、ここ左のレフトサイド、はいはい、こっちはジョコズっていうポイント、これはサイズ上がると極上のレフトが出てくる。右側今あんま割れてないけどチャンズリーフ、 あっちがチャンズリーフなのね、うん、なるほど。結構ねカレント強いから、うん、まあ、ご覧の通りですね、もう早速ほら、ポイントチェック、入り方出方知らないとライフガードに止められてるような感じになるんで、ポイントチェックしながらローカルの、アドバイスもらいながら進めましょうね皆さん入るときは。はい、ということで3カ所目でした。こちらがチャンズリー、はい4つ目、皆さんご存知ワイメア、行きましょう。まあ入りはしないんだけど、一応ポイントとしてね、シンボリックというかエピックというか何ていうのかな、ハワイのノーショアといえば一つワイメアっていうねキーワードが出てくると思うんで、ビッグウェーブサーファーエディ・アイ・カウがアイコンになっていて、エディ・ウッド・ゴー、エディなら行くぜっていうビッグウェーブの大会があるようなんですね。それがワイメア、なんかもうスペシャルなイベントだよね。そうなんです、うん、これはね、はい、ワイメアビーチパークにやってきましたよ。まあちょっと波はないんですけど、サクッと雰囲気だけ。一応ねビーチパークとしてはあの施設もしっかりしてるし、ファミリーで来る分にはすごいいいとこだよね。いいよね、うん、あの特に冬はね波があまりにもでかすぎるんで、夏ノーススウェルがない時とかはファミリーで来て広いビーチで遊ぶっていうのは全然 OK です。はい、いいとこだと思います。ワイメアめちゃめちゃ日焼けする説、ヒレ君
エディアイカウ。クレアのクルーでさ、出航してる時に途中でナンパしちゃって、で俺が助けを呼びに行くぜっつって、あのサーフボード乗って行って、そのまま消えちゃったんだ。なるほど、うん、ホクレアのクルーだったのね。へー。 In memory of Eddie っていうのは、エディを忍んでというか忘れないように、忘れない、うん、という大会がね、まあ、自然の怖さも含めて、エディっていう名前がちょっとこうシンボリックになってるんですね。でそれのさらにシンボルの場所としてはここワイメア、ワイメアです。夏のワイメアになっちゃった。あ、本当だ。もうね、今年のシーズンは冬のワイメアは終わったかな。見て見て、すごい平和。あ、クジラがいる。ええ、どこどこ今。あ、あれか、あの正面。おほら、このどこほら、ブレーキング見せるの。本当だ、見えた見えた。これに映るかな。いますね、いますね。いるね、いるね。わかるわかるわかるっしょ。おお、素晴らしい。ラッキーハプニング独出だね。すんごいね。あそこジェイミーがよく、ここで遊んでるよね。そう、リバーサーフィンしてね。ここの川の水が溜まった時にあの砂をどかすと波が立つんですよ、こうやって。だそこで波乗りしてるね。すごいシンボリックな場所だよね、うん、本当に。でさっき言った大会があの辺、あの沖で波ブレイクするのかな。そうだよね。そうそうそう、クジラがいるところちょっと左かな。ほう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 、うん、へー。この前の動画でもお見せした新平くん、うんうんうん、なんかもうここね、そう、 ここね、うん、ここでカバー飾ってたわけ。あれは違うか。あれ多分ね、ワイメアはここだと思う。あ、本当、うん、まさにワイメアでビッグウェーブにチャレンジしてる一人ですよ。やっぱりね、ビッグウェーブのチャレンジャーはどんな人種であれ結構リスペクトされるっていうのが ね、ハワイの中であったりします、うんうん、人種というよりスキル、ウォーターマンとしてのリスペクトがあったりするんだよね、うん、はい、以上ワイメアでした。次、最後パイプライン行きましょう。パイプライン、パイプラインマスターズっていうのはね、昔マルイとかがスポンサーしてやってた時代もあったんですよね。It's in the Banzai Pipeline. This is the site of the 20th annual Marui Pipeline Masters, the second event in the Triple Crown of Surfing. で今、ビラボンとかがトリプルクラウンとかだったり、あとバンズとかね、オフ・ザ・ウォールが、あとバンズはバックドアだっけ、あれ。そうなのかな。なんかいろんな大会が、開催されるのがパイプラインですね。ワイメアはね、そのエディのが一番有名ですけど、パイプラインは常にいろんな、冬はね、コンペティションがすごい盛んな場所ではあります。そっちに行ってみましょう。一番テンション上がるけどね、パイプラインとかね。え、名前がさ、とりあえずかっこいいよ。でしかもみんなパイプライン、パイプラインをね、バンザイパイプラインって言うんだよね。そう、だからまあクレイジーなチャージするっていう意味でよくバンザイって使われるんだけど、もう認識されていてこっちでも使われるんですけど、バンザイボールとか食べ物とかね、バンザイ寿司みたいな、なんかそういうような使い方もよくしたりします。うん、で映画ノースショアではですね、ノースショアね、映画ノースショアのクライマックスのバンザイパイプラインの大会なのよ。ここで Rick King from Arizona が、レアード・ハミルトン扮するイケイケのプロサーファーみたいなやつと戦うラストシーンがあってですね、で Rick は波をもうその時にはすげえ読めるようになっていて、でもう超メロで落ち着きながらサーフィンを楽しんじゃう大会を。お前波どこ行ったんだよって今度聞かれる側になっているという象徴的なシーンがあるわけですね。はい以上、またまたノースショア情報でしたこれ絶対見た方がいいよね、みんなね、はい、映画紹介だ、映画紹介だ、映画紹介だ。
昔ね、俺の子供の頃の大親友が、うん、一緒にサーフトリップ行こうって言ってたのに、うんうんうん、あ、亡くなっちゃった。そう、亡くなっちゃって直前に、うん、でそいつのセレモニーをカリフォルニアでやっていて、うんうん、でみんな集まって大きな輪っか作って、うんうんうん、ビーチでねやってたんだけど、でそいつのセレモニーをカリフォルニアでやって、うん、で俺はそれアテンドできないからっつって、うん、ハワイにいる友達と、うんうんうん、レイを持って、うん、ここで、うん、俺らでセレモニーをしたっていう。海がつながってる。そうそうそう、海がつながってるからね。はい、到着しました。こちらかの有名なパイプライン。どうすか、サーファーいるけど、うん、もうちょっとアウトで割れるからさ。わあ、でも割れてるね。風が強い、こう途端に。わかるかな、急に風がやっぱり強くなってて、わすごいね。はい、ついにやってきました、ラストデスティネーション、パイプライン。今サイズはないんだけど感じはわかるよね、やっぱりこの風の強さと巻いてる感じ。すごいバック押し。はい、という感じでいかがでしたでしょうか。ノースショアの5つのポイント紹介しました。ちょっと参考にしてみてください。ただ入るときは、ね、十分気をつけてね。イエーイ、バンザイパイプライン。これからですね、カフクに向かってます。カフクには何があるかというと、ガーリックシュリンプ。ノースに来て海入って疲れた、お腹空いたっていう時のもう一つの楽しみですね。3軒あるの、おすすめ3軒ある。3軒、そこ、フミツ。次に出てくるのがおすすめ、僕が大好きなのロミーズ。もう2軒目がおすすめね。うん、ロミーズ、ロミーズ、ここがいいんだよね。おー、来た来た。頭つきでさ、こうガリッとこう揚げて、それからこうガーリックにまぶされてるからすっごいうまい。おお、ここね、大渋滞なの、大行列なの普段、なんだけど今ラッキーだよね。ラッキーだね。うん、ここね結構好きな人多いよ、こっちの人は。バターガーリック、シュリンプとプラン両方頼むの、あればないことが多いんだって。はい、ナンバーワンガーリックプラン。はい、オーケー。じゃあナンバー2、ナンバーワンシュリンプ。プランがないらしいので、シュリンプを2つ。How are you going to be needing a table today or a takeout?テーブルで食べるかテイクアウトするか、どっちでも選べる。$45.45 結構しますね。ちょっとしたご褒美ですね。はい、今一旦車に戻りました。待ち時間45分ということなんで一旦離れたんですけど、ここでポイントが一つ、やっぱりキャッシュオンリーなんで、日本から来る人は気をつけた方がいいかもしれないですね。現金で、うん、しかも結構高いからそれなりに持ってこないといけないっていうところは一つポイントかもしれません、うん、でも味はうまい。なんかね、45分かかるって言われたけど、もしカラッと揚げるんじゃなくてスティームのシュリンプだったら25分ぐらいできるよっていう話でした。でもやっぱり2度揚げしてね、カリッといくのがいいので、マシマスみたいな感じだった。もう一個のおすすめがあるんで、そこに今時間がある間に行っちゃおう。待ち時間の間に。そうね、これがシュリンプを養殖してんだよ。うん、エビ畑だと思うね。エビ畑、その泥の中にいるんだよね。そう、もともとはね、なんか水田作ってなんか
米を育てようとかって思ってたらしいんだけど、塩分濃度が高くてやっぱりうまくできないって。でエビ畑に転用したみたいだよ。ここですね、ジョバーニー。あの車がね、落書きできるようになっていて、みんなが好き放題書いてる。こんな感じ、ジョバーニー。えらいこっちゃね、かきまくられてる。ここもうまい。そしてアーティスティックもうすげえいい匂いがしてくる。たまらん。戻りますか。一応 これね、これが3つ目のおすすめ。こんな感じで一応みんなソーシャルディスタンスを取りながら食べられます。すごいことになってる。半端ねえな。でもすっげえいい匂いしててさお腹すいてくるよね。つらいつらい拷問です。ひでくんの字書いてあったよ。書いてあった。うん、ユキベラブって書いてあった。あ、バレちゃった。うん、よく見つけたね。見つけたでしょ。戻ってこう。来ました。じゃあ食べていきましょう。はい、いただきます。待ちに待った。うおいこれはいいじゃん。これはいいね。ナイス。いっちゃってください。はい、先輩達人。いただきます。達人ソースがね、はいはい、ポイント。俺もこれ全部かけちゃう。美味しいって。あ、そうなの、うん、何味？醤油？醤油でナンプラーが多分入ってんだよね。いいね、うん、ベトナム系が。そうそう、いただきます。タイベトナムとかそっちの感じがね。うーん、うまそう。腹減ったうわ、うまそう海上がり最高だね。あ、最高。もう超おすすめめちゃくちゃうまい。腹ペコにはたまらんな、うん、やっぱ。でここのさ、またこうご飯が美味しくなるのよ。はい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 、うん、魔法の汁ですね。魔法汁乗りました。うん、でも頭ごと全然カリカリにいける感じ。うん、頭ごと、ね、味噌がいい感じで。味噌、うん、エビのね。うん、うわい。じゃあいただきます。私も。しばらく言葉が出ない。すごいボリュームあるよ、うん、一個一個が1、2、3、4、5、6、7、8、9、10個。エビが10個あります。米とのマジックブレンド。みんな皮むいてたけどね。うん、もうそのままいった方が絶対美味しい。せっかく揚げてんだからね、うん、エビの旨味はさ、あれか、スチームにして短い人はそうかもしれない。そう、ね、45分するならカリッと全部いくっていう、うんうん、うん、まあご褒美ですね、ちょっとした ね、 そうね、旅のご褒美。この頭がまたいいのやっぱり、うん、味噌のね感じが。まだ4匹残ってんのに。俺もなかったな。すごいボリューム。うい、おー、完食いったすげえすげえ。俺はね、残すところ3つでギブアップ。持ち帰りますこれ。いやー、お腹いっぱい。うー、おいしかった。うん、また満足超。晩ご飯いらないかも、ね、はい、皆さんいかがでしたでしょうか。
今回はですね、ノースショアでサーフィンした後に絶対行きたいガーリックシュリンプ、場所は下腹のロミーズでございます。ヒデ君おすすめね。ね、海遊びの達人はうまい海の幸も知っている。OK。はい、シュリンプをね今食べてお腹いっぱいって感じなんですけど、北からこう今北回りで、帰ってくる。下腹通って戻ってます。そしてあまりにもガーリック臭いんで、次の取材にねちょっと人に迷惑かけそうなんで、セブンイレブンでガム買います。やばすぎ。うわ、ゲップが超臭い。こんなん珍しいんじゃない、スピアミント。ハワイはサンダルでソーシャルディスタンスも。あれ入れてる。本日10人目ぐらいです。人気です、この子。クラウチングライオン、もう一匹この山の上にもいるんです。ほら反対向きね、すごくない。ライオンからのライオン。以上ライオンでした。ハワイのライオンでした。はい、GoPro を屋根に取り付けてちょっと撮影に回ります、風景撮影行ってみよう。ワイキキらしいシーンをここからはちょっとお届けしようかなと。面白いじゃん、ほら。ここからねアプリを通じて GoPro、 上についてる GoPro のストップとか全部できるんで、コントロールできるんでいいと思いますよ。パコーンって落ちたら焦るけど。よし、よし、走り始めました。今場所はこれカラカオ通り、カラカオ。Until we meet.
カピオラニーパーク、カピオラニー大好き。この公園広くて、昔ね、大勢がちっちゃい頃一緒にここで絵を描いたりしてました。あと、いとこだな、いとこも連れてきてここで絵描いたりして遊んだ。ああ、まだみんなちっちゃかったよね。最高です。OK! ということで、だいたい撮影完了かな。ちょっと一個スケジュールが伸びちゃったんで、伸びたっていうか俺の勘違いなんだけど、単純に。でも、あのインタビューする人にとっては俺のガーリックシュリンプの匂いを嗅がないで済んだから良かったと思うんですね。で、2時半なの、今2時半で、まだ時間がその分余裕ができて、ハワイのドイキキ、ハワイらしいドイキキの写真も撮れたんで、海行く？行こうよ。行こうか。うん、okay、波いいし。よし、よし、じゃあちょっとこれから海行きます。急遽予定変更、撮影終了、今日の撮影終了、イエーイ。OK、レッツゴー。4回ぐらい吹っ飛ばされた。なんとか乗れたね。でもあそこね、どうにかね。はい、超ローカルビーチ上がって、今から、ファーマーズマーケットにチロッと顔出すんだけど、すっげー乗らせてくれなかったというか、すげーゲットアウトさせてくれなくて、あの気づいたらいろんな流れが、カレントの流れがあって、すげー捕まっててですね、ゲットアウトする前に体力消耗してて、それが2回ぐらいあって、めちゃめちゃ今日はイライラした感じだったんだけど、まあ最後どうにか乗ったものの、久々にこのカメラを持ってる腕がプルプルいってます。たったの1時間勝負だったのにさ、ドルフィンした後にボードごとバッカー持ってかれるの。わかる、わかる、わかる、わかる。しかも綺麗にドルフィンしてんだよ、それなのに上がってとはボーンつって一回転してる。で、帽子が4回ぐらい脱げました。ちょっとね、すごいノースっぽいパワーがあるところでしたね。もう悔しかった、今日は悔しかった。まあ、あの昼食ったガーリックシュリンプがここまで上がってきてる感じ。いい、夜食えないね。ちょっと今日はね、初めてのポイントだったんで、やっぱりそこは反省かな。でも謙虚に反省、もうちょっと研究をしないといけなかったですね、という感じです。でも頑張ります。はい、ということで一旦ここで区切ります。おー、やっべ、ボードがもっと来た。